今日はですね、はい、僕は多分テレビとかそういうところってあんまり言わないんですよあと編集されちゃうじゃないですか、はい、こういうのでね、出てるだけですもんね、だ熱い男だとか、はい、なんかこう本気の男だとか、うん、いつもポジティブってもう全て逆ですよね、はい、だから今日話を聞いたら、はい、こう今までテレビで見てたのは偽物だったって気づきますよそれはいやそれは聞きたいんです。すいません、いただきます。はい、たまたまこれ新しいこの本が出ることをきっかけに、はい、松岡さんを知る、僕も新しくこれを読むことで知る機会にもなったんですけど、はい、タイトルポジティブラーニングなんだけど、スタートからみんな弱いっていうとこから始まるんですよね。あ、で、あ、読んでないですね。いや いやで、やっぱりだから、はい、すごくこうまずつかまれちゃったんですよ。で、さっきのかっこいいっていうのを僕はその言われたことないっておっしゃるけれども、松岡さんがその松岡修造っていう職業が松岡修造の方ですから、だからその状態で出ていく時とその職業松岡修造を支えてる裏方松岡修造とやっぱり両方いると思うんですよね、はい、でおそらく本の中ではつい相手のことを聞く仕事をしてらっしゃるから、うん、はい、裏方の方で質問をされたり感心されたりしてるから、まさか今更ね浅田真央ちゃんに引っ込まれとか言うわけにもいかないから、そのまともにその人と人とでやってると、うん、やっぱり弱いっていうことがなんかこうマイナスじゃなくなって、その読み始められるんですよ。これがとても面白くて、そういう話はなかなかそれこそテレビでは尺の関係で、あるいはその松岡さんがテレビに出られる時は今はもう誰かを持ち上げる役に、そのチームとか国とか選手とか、だからそこでこう弱いとかって言ってるわけにもいかないから、おみこしを担いでこう思いっきり力を出してるから、なんていうの、あの人に会えば元気になるっていうようなサインになってますけど、ご本人の話ってあんまり聞いたことがないんで、今日はそのご本人の話を思いっきりしていただきたいなと思ったんです。止まりました今。いや、僕は、はい、糸井さんと対談ができるって言ってむちゃくちゃこう緊張と興奮ですね。本当ですか。なぜなら絶対的に僕はないものをたくさん持ってるんですよ。あと言葉の選び方ですね。だそういうのを聞きたかったら僕は質問屋なんで。あ、じゃあ両方で。いや、もう質問すっげえ考えてきたんですよ両方でやりましょうか。つまり、はい、聞き役の仕事の多いタイプの2人が出会っちゃってるわけで、はい、あと共通点なんだろうなと思って一生懸命考えたんですけど、はい、さっき共通点です、ね、はい、あ、どうぞ。じゃあお願いします。じゃあ僕いや、もうね、一つしか選んじゃいけないって言われたら、はい、僕と糸井さんの共通点ってどこですか。はい、はい、僕は考えました、はい、それは職業欄に書きようがない。自分の名前をもう一回入れるしかない。職業糸井重里、糸井重里です。ああ、そうですよね。だから確かに名刺とかで職業、あと今いろんな時に職業って書いてあります。使わざるを得ない、はい、僕は一応応援プロプレイヤーみたいなね書こうとしたらマネージャー真剣に怒るわけです。そんなありませんみたいな、でも松岡修造しかないよな。そうなんですよね。じゃあそういう意味では糸井さんはマルチという捉え方なのか、自分の職業は、まあ、糸井って考えた時に、はい、それはどのように自分で捉えてますか。何でもできちゃう。いや、マルチだという言われ方は散々しましたけど、はい、自分としてはそれでもないと思ってますね。ですから、職業糸井重里っていうのをもう一回こう材料で見せてごらんって言われたら、ええ、豊重さんとかできる材料っていうのは、うんうん、素人っていうことなんです。あらゆるジャンルで僕は素人なんです、うん、
だから何するにも何見るにも全部あれはいいなと思ってるのが僕なんです。ほう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 。ですから例えば本を書くきっかけになった時にもこんなのがあればいいのにねって言ったら、伊藤さんおやりになったらどうですかって言われて、俺はだってあればいいのにねって言っただけだからやることない、やったことないしって言ったら、大丈夫ですよ手伝いますからって言われたのが本を書くきっかけなんですよ。で大体の仕事は大体そのパターンで、あの本職じゃないことばっかりを素人としてやるっていうのを繰り返してきたんです。だから材料は素人で形になってるのは糸井重里っていう。でも松本さんは少なくともプロテニスプレーヤーだったから僕とはそこは違うんですね。じゃあこの素人感覚で持ってらっしゃる伊藤さんをむちゃくちゃ料理してくれてるのは皆さんってことですか。そうですね、いろんな意味でこれちょっと興味ある、これ興味あるっていうものの伊藤さんの捉え方をどんどん広げてって形にしてるっていうことなんですか。うん、そうではないかと思いますね。あのチームとしてはそういう動きをしていると思います。あ、今の伊藤さんの話の中で僕は思ったのは、これは多分自分で言うのは嫌ですけど才能なんですうん、それは素人感覚って捉えてるんですよ、うん、同じものを見てもいつも新鮮でいられるってやつですかね、うん、例えばモナリザって言って僕フレンチオープンで必ず行ってたんですよ、うん、で同じモナリザじゃないんですよ、うんうん、同じ絵なんでしょうね、うん、でも僕が違ってるんですよ。いろんな経験をして試合負けた後とか勝った時とか、うん、その時に見てるモナリザは間違いなく違うんで、うんうん、変な言い方ですけど、ちょっと自分中心に見ちゃってるっていうのがあるのかもしれないですけどね。というか主観でしか本当はものは見られないんだけど、うん、はい、主観で何かっていうと同時にこれ人は何て言ってるだろうとか、うん、あるいはそのこう言ったら嫌がられるんじゃないかとか、はい、そういうことと主観をこう混ぜ合わせて結局何かを表現するんだと思うんですね。その時に多分松岡さんはその主観の部分っていうのが最初に妙な形で出てくるのをできるだけ生かそうとしてらっしゃるんじゃないかなと思うんです。僕も多分そこは似てるんだと思うんですけど、はい、例えば今日書いたその毎日書いてる文章があって、はいはい、そこで書いたことっていうのは電球はすごいって思ったんですけど、エジソンが電球を発明しましたっていうのは電気で習って、うん、はい、でたかが1個の電球じゃないですか、うん、でそれまでどうだったの、ガス灯だったんです、薪だったんです、ろうそくだったんです、はい、でそれが電球になったっていうのはすごいといえばすごいけど、うん、あんまりすごそうじゃないですよね、まあ、冷静に見るとですね。だから、はい、どっち選ぶって言われた時に、うん、俺いっそガス灯にしようかなっていう人がいてもおかしくないじゃないですか。ほう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 。だけど電球を発明しちゃって、ええ、でその電球が家にあればいいのにな、この場所にあればいいのにな、街灯にあればいいのになって思った人たちは、はい、その電球を憧れてるだけでは電球つかないんで、はい、電線をつなげなければいけないんですね。ほうほう。そうすると電線をつなげるっていうことが世界中の電線を作っちゃったんですよ、電球があったおかげで。それによってですね、よってですね、電球発明される前は電線はなかったんですよきっと、はいはい、で、まあ、あのエジソンは直流電源だったんでものすごい発電所の数も必要だったんですけど、うん、はい、交流電源になるとナイアガラからどっかまでっていう形でものすごい遠くまで電気をつけられるようになったんで、はい、銅線のネットワークがその赤金ですね、金銀銅の銅、はい、銅線のネットワークが世界中に広がっちゃったわけですよね、はい、だから電気窯もつながってるし、うん、あるいはここで今こうやって仕事してるのも、はい、窓閉めてでも電球があるからやってられるんですけど、はい、もし最初の電球がなければこの建物の中で今真っ暗なんですよ。だからこんな建物誰も作んないんですよ、コンクリートでなんか、はい、みたいなことを昨日まあ喜んだわけです、考えて。だからそれは言っても全部こうつなげてくれたっていうことですよね。だから一個のものとして見てると電球とガスとどれがいいって話に程度なんですけど、はい、電球作っちゃったおかげですごいネットワークを作ったんだっていうのがその
僕が今一番喜ぶことで、モナリザを見るときに、今日は何を思ったみたいなのが違うように、はい、昨日僕は電球でそのことを考え、いやもうそこはものすごい共感な部分なんですよ、うん、僕も日めくりとかあのサバになれとかですね、みんなが何言ってんだよと僕ら真剣に思って、はい、富士山になれって言って、そういう、まあ、どちらかというと僕はあの何でしょうね、感情論が嫌いなんですよ。感情論と、あとは根性論できるんだって言ってやつですね、多分みんなはできるできるしか言ってないやつみたいに思ってるかもしれないそこが僕が一番嫌いなんですよ、できるためにはちゃんとした方法論があって、それを教えた中で頑張れとか、できるぞっていうのは OK なんですよ、だからそこの部分をものすごくどちらかというと大事にしたい、だからあの日めくりっていうのは好きだったんですよ、言葉でサバになれって言って、そこはバカですよ、面白いところだったんですけど、ちゃんと僕としては哲学的なところが説明できる、それが一番嬉しかったことなんですよね、よくわかります。あのちなみに脱線しますけど、富士山になれ、僕は人を富士山にしたコマーシャルを作ったことがあります。おめでとうございます。さあ来た来た、どう今っつったから、お店、お店の前に、まあ、それの第一弾っていうのは牛が来て、でアルバイト募集してたら牛が来たんで、人間だったらよかったんだけどねっていうやつなんですけど、それの第二弾は富士山が来るんですよ、富士山が来るんですか、あんたアルバイト募集で来た人なんだけどって言うと富士山が来るんですよ、で、はぁ立派だねと思って、人間だったらよかったんだけどねそういうコマーシャルをアルバイトニュースっていう雑誌の CM で作ったことがあるんで、富士山になれば何も不思議がないですいやだからそういうポイントを取ると、僕がミーティングがすごい好きなんですよ。あ、今も大好きです、ミーティング。コロナでオンラインも含めてね、でミーティングの時に一番嫌なのが、静かにしてる人なんですよ、発言しない人、であと新しく入った人とか、僕大好きなんですよ。なぜならある程度僕らは経験とか常識あるから固まってっちゃうんですよね、で今までないものをくれたりする、プラス僕はバカみたいな発言が大好きなの、だから例えば、このテーブルがと結婚するとか、この椅子が今日むちゃくちゃ美味しいお寿司を食べに行くんだっていう捉え方が大好きなんです、でこれってバカじゃねえのかって、でも普通に考えたら多分面白いものって できないっていう、でもお願いだからまずバカなことが言おうと、でそれをえってやったらもうおしまいですよ、だって人ってバカにされたくないし、そういうアイデアを出そうと思っても恥ずかしいとかあるじゃないですか、だからもうバカ集めした中でいいものをぐーっと絞っていっていくのは多分クリエイターの皆さんだろうし、出し合うことは好きなんですよね、それはおそらくスポーツをやってらっしゃるから、あの不良の事故みたいな名プレーってあるじゃないですか、その、まあ、テニス見てて僕らは普通に、あれも練習してるんだよって言われるんだけど、股の下から抜くとか、あれをやってもいいって思って先輩がいるから、後の人は練習に入れられるんですよね。あ、素晴らしい。その練習にさえ入れられない時代が多分あったと思うんですよ。でもこれはこれでやってもいいんだっていう例を一つ出すだけで、それは常識になるんですよね。そこです、よかったですね。やっぱいいところで働いてんな皆さんね、もういろんなアイデアやっぱり僕今聞いてて分かるように、僕の考えたとかそういうことを全部説明してくださいじゃないですか言葉としてそれがすごい今日嬉しいと思ってきてるんですよ。お役に立てれば。いやいや、だ今のテニスの形もですね、こういう常識はダメだって。例えばサービスを打つときにアンダーサーブってあるんですよ。
でちょっとごめんなさい、1分ください。全仏オープンってなって、イワン・レンドル、マイケル・チャン知ってる方います？年が分かりますね。そう、決勝でやったんですよ、フレンチオープンで。マイケル・チャンまだ16歳17歳ですよ。で足痙攣しちゃったんです。マイケル・チャンアンダーサーブやったんです、うん、でレンドルは驚いて、マイケル・チャンはポイント取ったところから試合が変わってくるんです、うん、でそれはナンバーワンのレンドルに対して失礼だった話になったんですよ、うんうん、でその後あんまりやらなくなりましたよ。でも今この全仏オープン、うん、アンダーサーブむちゃくちゃ多かったんですよ。でこれをバーンってやった時にボールがあんまり弾まず、こっち側に曲がったらネット低いですから、浅いところですから攻めれないんですよ。だから錦織選手ああいうのものすごくうまいはずです。サーブは不得意って言われてた彼がアンダーサーブから始めれば世界一可能性あるぞって、そういう方向に今分からないです、テニスどうなっていく か常識が変わるっていうことですね、うん、だから言葉っていうのは便利で、現実に 100m を9秒を切って走る人はいないんだけども、はい、文章では簡単に書けるんですね。僕は9秒を切るって、はい、昨日切るって書いたけど今日切ったって書いても、はい、それは嘘ですけども、はい、文章の構文として成り立ってるわけですよ、はいはい、そういうことの中に現実を変える力があるんだと思うんですよ。ああ一回こう言い切ってみるっていうこと、うんうん、だからあれありとあれ、つまり今から北海道にビュンって飛んですぐ行くからねっていう言葉は成り立ちますよね、はい、でもできないですよね、すぐに行くって今はできないです、はい、でもその言葉ができるっていうところから、例えばあじゃあ飛行機で行くのかなとか、はい、あるいは人工衛星で回ってる人は秒速、うん、ものすごい速度ですから、はい、北海道ぐらいすぐ行っちゃうわけですよね。ですから一旦人工衛星に乗ればできることだしとか、ええ、ありえないことでも言葉としては成立するっていうのはこれ無料で、ほうただで、ええ、でいくらでも自由に作れるわけだから、はい、やっぱ言葉でまずはその遊んでみるっていうのは、さっきの椅子と一緒に寿司を食べに行くっていうのは、はあ、何にもおかしくないと思います。でも笑った。いや笑わない。うちの人はその辺笑わないと思いますよ。できないって言ってからのこう嬉しそうな感じみたいなのは、はい、僕なんかやっぱりいつも苦しいけど嬉しいですもん、やっぱり。この間もなんかやろうとしたことが、商標登録が取られてるから、はい、その名前使えないってことになって、ほうで、すごいこう力のある会社とか組織だったらそれこっちで変えないかその名前をって言うかもしれないけど、そういう組織じゃないんで、それはもう使えないなと、はい、なったらどうしようっていうのは面白いじゃないですか。そのどうするかは答えはあるんですよ、きっと。まあ、実際に僕らはその答えでやるんですけど、はい、だからちょっと先ほどのところにギューンとタイムバックしますけど、はい、共通点というところですね、うん、僕が糸井さんとの共通点って思ったところは、もう全てのものをプレイしてるって感じです。あ、遊んでる感覚なんですよ。で仕事が大変ですねって言われた時に、ものすごいこう苦しい思いになるんですよ、うん、思ったことがないからでしょ。でうちの妻からもいいわよねって、好きなことができてって遊んでてって言われて、それに対して何も言えない自分がいるわけですよ、うん、そうだよね。だからやっぱり遊びって本気になるじゃないですか、うんうんうん、だから面白いんだろうなっていうの、多分糸井さんの今までの活動を見ていると同じような空気を感じるんですよ、うんうん、だからそれは僕も全く同じなんですけど、本当の本当で全部を言えば苦しくないはずがないわけで、まあ、それはそうです。遊んでる最中に油汗が出てたり、ええ、その心臓がバクバクになったり、はい、絶対してるわけだから、それが楽しいんですよ、うん、そういうことですよね、はい、で本気で遊べる、うん、今日だってはっきり言ってもう、正直言って来たくなかったんですよ、もう。本当ですか。やっぱ緊張しちゃうし、
うまく喋れなかったらどうしようみたいな思いがずっとあって。あ、そこまであるんですか。あ、僕はもう本当に緊張しいなんですよ。ああ、それは とても役に立ってますね。あ、だからやっぱりピークを作りますもんね。そうなんですね。緊張がないとこうピーキーにならないですよね。緊張してる時ほど自分は本気なんだっていうふうに思うんですよ。例えばあのウィンブルトンっていう大会でが僕のウィンブルトンのセンターコートに立つことは夢だったんですよ。これがウィンブルトンのセンターコートは、うん、まあ、1年の中で2週間しか使えませんから、僕はもう毎年行くとこの外からですね、ずっと一人でこうやって瞑想しながら、うん、俺は夢のこのウィンブルトンに立つぞっつって、うん、こうやって触るとするとピーって必ず鳴らすんですよ警備員がいて立てないんですよ、うん、でそこまでは近づけるんですね。そうなんです。でそのウィンブルトンベスト8入った時には立ってないんですよ。その次の年に相手がウィンブルトンの優勝者だったら立てたんですよね、うん、相手が、うん、でもこのコートパッと入った時の芝生の膨らみとか、うん、あと試合前にこうやって見た時に風景がボルグとかマッケンローとかコナーズとか、うなずいてる人ごめんなさい年齢わかるんです、あのもう涙出てきちゃったんですよ。うーん、試合前ですよ。うーん、で僕はサービスだったんですよ。松岡サービンプレイって言われた時に打てなかったんです。緊張して、やっぱりこれ世界に放送されてるしみたいななのでここではしませんけど、パッと下がってでんぐり返ししたんですよ僕、うん、だからみんなこいつな何やってんだみたいな、そこで緊張がいい形で取れたっていうのがありましたね。緊張のままだったらじゃあどうにもなんないんですか。どうなんですかね。30分ぐらい待てばどうかなんですかね。でも緊張の中で動いてるものに関しては正直言いますよ、僕は今でも緊張度から言うと8割9割ですよ。ものすごい今でも緊張しますし、うん、いつもの回転がむちゃくちゃ遅いのが分かるんです、うん、今もう伊藤さんが言われていることはパーッとこの回転がむちゃくちゃ遅いんです。緊張しちゃってるからもったいないです。でもいいなと思ってるんです。気持ちはいいんですか。気持ちがいいってこれが自分なんだろうと思ってるんですよね、うん、だってそれだけ僕は今この場で本気を出したいって思ってるからこそなる。だそこに関して僕は問い詰めても変わらないと思ってて、もちろんそういう意味でのリラックスするメンタルトレーニングとか、うんうん、もう海外の人何人もやってきました。あ、うん、でも行き着いたのはいいんじゃないかって自分らしくて、うんうんうん、だからあのこの本にも書いたんですけど、うんうんうん、やっぱり錦織圭っていう人は、うんうん、僕は11歳で見た時に、うん、天才だったんですよ、うん、もう羨ましくてしょうがなかったんですよ、うん、なぜなら僕は今の仕事は遊べますけど、うん、彼はコートで遊んでたんですよ。あ、もうふらーっとして力抜いてパカパカ、もうなんかゲームやってるような感覚やったんですよ。で僕のイメージだと一球一球本気出せよみたいな感じなんですよそんなもう錦織選手見てすごいって、うん、もう絶対一言も注意しちゃいけないと思ったんですよ。あ、 OK 本気出せって言った時点で終わると思いました。あのリラックス度が一番の自由度であって、うん、最高のプレーができるんですよ。例えば伊達公子さん、うん、サッカーでいうと中田さんとか、 あれが僕が言う、こう天才型なんですよ、うん、僕は嫌な言い方努力型なんですよ、うん、一生懸命型なんです。それは大事な時弱いです本当に弱い、うん、グッと硬くなっちゃうし、うん、あの、うん、格闘技の選手なんかだと、はい、チャンピオンになったんだけどすぐにいなくなるチャンピオンと、ええ、ずっとチャンピオンやってるチャンピオンいますよね。そう思います。それはやっぱり柔道があって余裕がやっぱないとダメなんですよ、スポーツも。あー、だからその一生懸命っていうことの良さもありますけど、うん、余裕のある一生懸命、例えば、うん、平泳ぎとか北島さんの僕アテネで金取った時に思ったの、本当にこの人は頑張ってなかった、はあ、で頑張って
てないように頑張ってるぞと思ったんですよ。それが強いんですよね。